本当にね、この皆さんの姿を見るともう本当に感謝しかありません。本当ありがとうございます。いよいよ大詰めになりましたけども、あと今日が終わると最終弁論を残して、決心します。まあ、夏に決心して冬か正月明けに判決が出ます。どういう判決が出るかは分かりませんが、子どもたちの未来につながる判決を求めたいと思います。裁判所は忖度のない判決文を書いていただきたいと思います。どうだ。そして今日はですね、本当にニコニコしていればと言って騙したさんですね、みんなを騙したさんが来ますので、よく発言を聞いてみましょう。よし、頑張るぞ。頑張って。ありがとう、声上げてくれてありがとう。いってらっしゃい。頑張って。